パリオリンピック、五輪、柔道、3日、日本時間四日、混合団体戦、決勝、シャンドマルスアリーナ。写真、写真に収まる安倍三兄弟、パリ、木下淳、安倍歌、24イコールパーク24、が強い気持ちを取り戻した。7月28日の女子52キロ級2回戦でまさかの敗退を喫し、大会に連覇を果たせず号泣していたが、 男子66キロ級で2連覇した兄ひふみ、26イコールパーク24、との28年ロサンゼルス五輪でのリベンジを初めて明言した。混合団体戦では一勝で銀メダルに貢献。畳に上がると苦い記憶が、蘇る部分もあったと素直に打ち明けつつ、以来6日ぶりの戦列復帰を選んだ。初戦スペイン戦に先方で登場、同じ52キロ級の選手に、 因縁の技、谷落とし、で先に技ありを奪われながら、逆転の一本勝ちを収めた。もつれ込んだ代表戦で敬愛する高市未来、30イコール小松、が日本を勝利に導いた際には、ねぎらいの中で笑顔を取り戻した。以降は出番なく、兄の時には両手を組んで祈るように、スタンドから声援を送り続けた。大会中、選手は人生をかけて戦い、 感情を解放しただけなのに、号泣したことで謝罪に追い込まれるなど、特殊な日々を過ごした。その中で懸命に立ち直ろうとした、ここで団体戦に出ない選択肢を取れば、ここで一歩、下がってしまえば、今後の自分の柔道人生につながらない、何もプラスにならないし、後悔すると思って。再起の1試合を競技最終日に経験し、仲間たちと、 今大会は初となる銀メダルをつかんだ。自分の人生の中で忘れられない6日間になったと思います。史上初、兄弟2連覇を目指した中、兄の金メダルを見届けた心境については、もちろんすごかった。心から本当に素晴らしいなって思ったのと、すごく嬉しい思いはあったんですけど。でも、自分が金メダルを取れてないっていう悔しい思いと、 二人で優勝したかったなっていう悔しい思いもありながら、でした。悔しい思いと嬉しい思いとあって、でもやっぱり自分自身が取れてない悔しい思いっていうのが大きかったのかなとは思いますと語った。敗戦直後は言葉にできなかった、次の28年ロサンゼルス五輪に目を向けられる状態にもなっていた。オリンピックの舞台で必ずリベンジしないといけない、また二人で出場して、 しっかり金メダルを獲得できるようにいろんな課題はありますけどそれを一つ一つ潰していきたいこの負けを糧に必ずもっともっと強くなる自分自身っていうのを自分に誓って1日1日を過ごしたいなと思いますと力強く4年後の大舞台を見据えていた